タイラー・ホープキンスによるガラスボールローマングラスの発掘品へと切り込、箱根ガラスの森美術館のお土産ガラス工芸とは、ガラスを用いた工芸、美術の総称である。ガラス造形、ガラスアート、クラスアートという場合もある。日用品、骨董、アンティーク、美術品、工芸品、現代アートまで、非常に広い範囲の創作表現方法、創作物を含む、 ガラス工芸は製作工法、素材、年代、地域、素材、メーカーなどに多岐の分類が可能。その歴史は、紀元前以来のガラスの歴史に遡る。スタジオグラスは、現代ガラススタジオガラス、モダングラスとも言われる。主に工業的なプロダクトやデザインを手掛けていた、企業内のガラスデザイナー、ガラス作家、職人による会社による発展から、 1970年代に主としてでアメリカで起こったスタジオグラス運動を受けて個人制作者による非営利的な部分を持った独自で多彩なアート表現を持った制作も盛んになり発展をしてきた。当初は工業生産的な流れから発展したものと個人制作形によるものの流れが別種のものとしてあったものの現在では 販売やギャラリーを通じてやガラス学校の創設による指定の関係あるいは作家の団体や各種コンテストなどの場において個人、企業出身を問わず多くの接点を持って発展している。また観光地でのお土産や体験を中心にした地方での工房展開も見られる。過去温度により溶融または軟化させて行うホットワーク、キルンワーク、 常温で行うコールドワークに分けられる。日本の国内にある専門学科、コースを持つ学校はガラス教育者ネットワークを組織し交流している。また、両徳寺大学や東京都立大江戸高等学校等のようにガラス工芸を科目として開講している学校や市民大学講座、ガラス工房、各種カルチャースクールでは ステンドガラストンボ玉など小規模なものを中心にした講座も見られる。日本の著名なガラス作家の多くは創作作家やデザイナーの組織である日本ガラス工芸協会に所属している。3年に一度所属作家の作品展、日本のガラス展を実施している。また、ガラス工芸、文化、歴史、広告の研究者や作家等の組織で研究と進行を目的とする。 日本ガラス工芸学会に参加している者も,も多い。ありがとうございます。